C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎忠です。今日はピンマイクについてお話ししたいと思います。なぜこのようなお話をしようかなと思ったのはですね、実はこちら、これですね、各方面で非常に評価の高いピンマイク、バッファローのピンマイクなんですが、実はまあ数百円で買えるような非常に安価なピンマイクになっています。そして今は止まっているんですけれども、実は走行中に撮ることを考えて、走行音をなるべく拾わないようにこれをですね、この辺にこうつけて撮影しようというふうに思ってまして、これを買ったんですが、で実際にこれを使って、撮っていたつもりなんですが、実は全然使えてませんで、なんで使えないのかなっていうふうにこう思っていたんですが、まあ初歩的なことで使えなかったんですけど、実は一般の方はほとんど知らないんじゃないかなと思って今日お伝えしようと思っています。実はこういった、まあ、ヘッドホンもそうなんですけど、 iPhone につなぐためにはこちらが必要になりますよね。 iPhone についてくるこのヘッドホンアダプターというか、こちらが iPhone の本体に入って、こちらにこちらにヘッドホンが入るというものなんですけども、こちらですね、このように接続して、で iPhone に接続して、ると、まあ、ピンマイクは使えると思っていたんですが、実は iPhone のこちらの端子はですね、4極端子といって、こちら見てわかると思うんですけど、黒い線が2つですね、これはですね3極端子といって、 iPhone のこちらとは相性が良くないというか、まあ、反応しないわけですね。そしてどういうふうにしたらいいかというと、じゃん、こういったものを買いました。これここにこう3つ線があって、4極端子のものですね。で3極端子を4極端子に変換するアダプターとなっているんですね。でこれをこのように入れましての、このように入れましての、そして iPhone に接続すれば、よいしょ、これでいかがでしょうか。これでかなりいい感じで私の声が聞こえて、まあ走行中、まだちょっと撮ってないんですけども、走行中でも、あまり走行音を拾わずに僕の声が聞こえるんじゃないかなという感じで思っているんですが、結構ね、こういうデジタルものっていうのはですね、どんどん仕様が変わりますし、進歩してますし、なかなかですね、ついていくのが難しいという話を今日はしようかなと思ってこの動画を撮ってみました。はい、こちらバッファローのピンマイクが数百円、そして先ほどのアダプターですね、あちらももう数百円で買えるものです。で参考、この辺で注目しますので、こんにちは、こんばんは。ピンマイク、先ほど失敗した動画を流しましたけども、続きをさせていただきたいと思います。ネット情報から今回購入したのは、この辺にサムネイルを貼っておきますが、同じようなものなんですけども、3極のバッファローのマイクから4極に変換して iPhone に接続するというものです。こういうものですね。こちら普通の4極、こちらが3極のもの、ヘッドホンと、これがヘッドホン、緑が、赤がマイクになります。ですので
バッファローのピンマイク、こちらに入れて iPhone の純正のアダプタに入れて、これを接続すればピンマイクで音が拾えるはずです。ではやってみたいと思います。てん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 。いかがでしょうか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 。多分使えてるはず。編集してみないとわからないけど、使えてれば明日通勤中に質問に答えたいと思います。それではこの辺で失礼します。質問はコメント欄か概要欄のメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えさせていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。この辺りのお店のマークをクリックしてください。それではこの辺で失礼します。さようなら。